はい、こんにちは、速稼塾の久保です。今日はこの記事をちょっと見てみるんですけども、日本でコロナによる死者が少ない理由を解明したNスペって書いてますよね。で、とりあえずね、この記事まだ読んでないんですけども、この見出しだけでね、私が感じることをちょっとお話しますね。毎日のように感染者が見つかったっていう情報が入ってきます。今日は2人、今日は1人、そしてどこどこでクラスターが生じて5人とかね。で、東京では200名は切ったんですけども、180人ぐらいの方が感染したというふうに知らされています。ここで一つ私が考えているのは、PCR 検査ってものがありますよね。以前の動画でもお話しましたけども、PCR 検査っていうのは、新型コロナウイルスだけを検出するものではないっていうことなんですよね。新型コロナウイルス以外の、いわゆるコロナウイルス、季節風邪、これすべて検出してしまうんですよ。まあ、ですんで、全員が全員新型コロナウイルスにかかってるわけではないんですけども、とりあえず新型コロナウイルスにかかってる可能性があるということで、PCR 検査で陽性になった人は2週間の経過措置を見るってことなんですよね。で、2週間っていうのは最大値で2週間なんですよ。早い人っていうのは3日とか4日でもうわかるんですけども、それでも慎重に期して2週間ってことを考えて、最初に PCR 検査で陽性と出た方っていうのは2週間後にもう1回測って、そこで陰性ならもう1回2週間の経過措置をとって、陰性がもう1回出たらそこで退院っていう形になるというふうなね、私の記憶なんですけども、もし違ったらまた教えてください。そういった形なんですけども、さあね、そんなに日本のいわゆる感染者って多いのかなと思うわけなんですよ。今日の時点で1万人を超えたって言ってます。今日は4月の18日です。日本人口1億2300万人ぐらいいらっしゃる中で、1万人の方が陽性だということで、今ね、治療を受けてるという形になりますけども、1万人って果たして多いんですかね ?1 億人いる中での1万人ですから、確率で言うと1万分の1の確率です。非常に少ない可能性だと思います。これが一つ。で、少ないからといって、軽視しろというわけではないですよ。ただ、数字としては少ないなと思ってるんですよ。1万分の1ですから。で、今度は、例えばアメリカのニューヨークの話ですよね。ニューヨークでは1万人以上の方が亡くなっております。ね。日本では1万人の方が亡くなったわけではないんですけども、ニューヨークは非常に大変な事態が起きてると私は思います。それは。まあ、ですけどもね、日本がニューヨークになるっていうふうに、こういうふうにね、いつもいつも結論付けるのはまだちょっと待ってくださいって話なんですよ。日本は日本独自の感染者の増減があったりとかね、死亡割合があったりすると思うんですよ、重篤割合が。そこはそこで冷静に捉えていかないといけないのかなと思うんですよ。何でもかんでも一番危ないところと一緒くたにして、恐怖心ばっかり募らせるものでもないと思うんですよね。じゃあちょっとね、数字を見てみましょうか。これです。この数字ちょっと見ていただきたいと思うんですけども、ちょっとわかりやすく、もうちょっと凝縮しますね。こうしてみるといかがでしょうか。説明します。アメリカ、28,364 人が亡くなっているのが青い線で書かれております。青い線ですから、これですね。これ。これです。これいいですか ?28,364 人。これがアメリカのラインです。これね。急増してますよね。ぐーっと。ぐーっと急増してますよね。この辺から。で、次なんですけども、スペインです。スペインは医療崩壊してると言われてますけども、この線です。一直線に行って、アメリカよりは死者の方少ないんですね。で、次、ドイツです。ドイツは、ここですね。非常に抑えられているような感覚があります。横一線みたいな感じですね。で、日本はどうでしょうか。日本はここです。ね。日本は、まあ、お亡くなりになった方がね、少ないからどうってわけじゃないんですけども、数だけ見てください。数だけで物言わせてください。数としては少ないですよね。146人です。しかも単なる146人ではないんですよ。中国から近くて、インバウンド景気を見込んで、いつまでも中国からの旅行者を日本に招き入れていたわけなんですよ。そして、習近平国家主席の国賓問題もありましたよね。国賓で迎えるんだって言って、ギリギリまで、入国制限をしなかったんですよ。で、世界中が日本危ないんじゃないのっていうふうにずっと見ていて、日本は武漢になるぞって言われて、ね、ずっとね揶揄されていたところがありますけども、現在4月の15日のデータなんですけども、見てください。危ない危ないと言われていて、中国から一番早くって、中国の次の感染源になったと、パンデミックだと言われていた日本が146人と。で、その他の国、
まあドイツはちょっと置いといてですね、スペインとかアメリカとか最近感染者が出たんですよ。ここは最近感染者が出たところが死者が急増しているという現実です。じゃあですね、武漢になるぞって言われた日本、なってないと。で、むしろ武漢みたいになったのは、ずっと高みの見物、対岸の火事でいたアメリカとか、思いもよらないヨーロッパ、スペインだったと思うんですよ。で、日本は一番最初に、このコロナウイルスが入ってきたのに、検討しているような気がするんですよね。で、アメリカやスペインは、ある種医療崩壊みたいなことが起きてるのかもしれませんけども、ドイツはまだ大丈夫です。日本は医療崩壊寸前なんですかね、これ。どうなんでしょうか。私は冷静に日本は医療崩壊が起きてるのかどうか、起きてる方にはあまり思いがいかないんですよね。もし医療崩壊が新型コロナウイルスで起きてるというふうな事実があるとしたら、新型コロナウイルスに対応するような病院の数が少ないということに、新型コロナウイルスの患者さん5000人が殺到してるってことで、崩壊状態にあるのかなと思いますけども、まあ私のね、完全な勘違いも入ってると思いますけども、私は今こういうふうに見てるんですよ。だからといって軽視してるわけじゃないですよ。で、私は普段から人と接しないですし、外出しないんで家の中にずっといますんでね。まあもしかしたら誰よりも、感染者対策を取ってるのかもしれませんし、ある意味だからこそちょっとね、油断しているのかもしれませんので、また気を引き締めていかないといけないと思いますけども、ただね、この数字だけ見ると日本が医療崩壊するのどうなの、これで医療崩壊するんだったら、じゃあ日本の医療レベルってドイツとかスペインとかアメリカ以下なんじゃないの、しかも圧倒的に低いと言わざるを得ないですよね。146人の方がお亡くなりになっていて、次のドイツはもうね、その何十倍だって話じゃないですか。3804人なんで30倍ぐらいでしょ。35倍ぐらいですよ、ドイツの死者数っての。で、スペインに至っては100倍以上ですよ、死者数が。アメリカはどうですか、200倍ぐらいですよ、お亡くなりになってんの。この200倍のアメリカと日本の死者の数を見たときに、日本が医療崩壊寸前ってのは本当なのかなと思っちゃうんですよ。確かに現場でいらっしゃ、頑張っていらっしゃる方には、こんなことをね、言うと、本当に無礼なことになっちゃうかもしれませんけども、このグラフと数字だけ見ると、医療崩壊がこれで起きるとしたら、インフルエンザにしても、他の一般肺炎にしても、何にしても、医療崩壊いつも起きそうな環境で、日本の医療っていうのをやってたのかなと思っちゃうんですけども、どうなんですかね。この辺どなたかね、教えていただければ本当に嬉しいです。本当助かります。私もね、無学なもんで、詳しくないんですよ。だからこういうふうな一枚のグラフを見ただけで、全てを解析しようと思ってるところが間違いなのかもしれませんけどもね。はい、じゃあちょっと記事戻りましょうか。新型コロナです。日本でコロナによる死者が少ない理由を解明したNスペって書いてますよね。日本で死者が少ないのは確かなんですよ。ある意味、武漢の次に最も長い間、この恐怖にさらされている国が日本なんですけどもね。なんででしょうね。やっぱり日本人が清潔だからなのかな。そんなことが理由になるのかなと思いますけどね。はい、長く話しちゃいましたけども、私のね、今の思いを話させていただきました。お聞き苦しい点、本当に大変失礼しました。それでは失礼します。